はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画はですね、前回の動画ね、見てもらったと思うんですけど、米津玄師のね、曲、キックバックというものがね、シングルリリースされます。それについてね、シングルリの CD についてね、公式サイトからね、情報を引っ張ってきたので、それをね、詳しくまた説明したいと思います。じゃあ今回のね、本編、もうそのまま行こうと思うんですけど、米津玄師のね、今回のシングル名ね、キックバック12枚、何枚目、前回11枚目だった気がするから12枚目だと思います。12枚目のシングルですね、リリースされます。リリース日が11月23日です。で、作詞作曲編曲、作詞作曲は当然米津玄師で、編曲米津玄師プラス、常田大樹さんがね入っているんですね。ミレニアムパレードとキングヌーで活躍している常田大樹さんが入ったキックバックというものがね、これ表題曲として入ります。で、今回ですね、まあ、ツンクさんの作詞作曲のね、曲、そうだ We Are Live って曲ですか、とかが入っているみたいです。で、今回もすでにね、曲名、シングルで3曲入るんですけど、キックバックの他の曲名も分かってますね。で、出てます。ちょっと見てみましょうか。まず1曲目キックバック、これは表題曲なんで入ります。で、次2曲目恥ずかしくでしょうがねえっていう曲が来ます。これ完全新曲です。まだ音源も出てないです。なのにタイトル M87 の時は2曲目3曲目が何になるかっていうのが、発表されなかったにもかかわらず、ギリギリまで発表されなかったにもかかわらず、今回は発表してます。で、3曲目これはね、新曲じゃないです。キックバックアニメエディットになってますね。だから今回3曲ってなってるけど、一応曲目上実質2曲です、多分これ。で、キックバックアニメエディットって多分短い30秒ぐらいの映像になるんじゃないのかなと思います。で、そうですね、今回、販売形態がまず3つあります。いつもの3つなんですけど、今回も3つです。一番これで、ね、チェーンソー版と映像版、今度通常版というこの3形態になります。値段がそれぞれ違います。チェーンソー版が3500円税込み、映像版が2200円税込み、通常版1100円税込み、合計で6600円ですか、違う、6800円か、6800円になる、なります。1枚ずつね、買うとそういう感じになります。で、チェーンソー版の特典がチェーンソーネックレスっていうことでね、公式ページには書いてあります。ネックレスね、出ます。だから今までで言うと、馬と鹿の時もね、あのネックレスというか、こうね、それ、アクセサリーがもらえて、ルーザーのルーザー版にも、ね、ドッグタグが入ってたりとかしたんですけど、アクセサリーをね、結構米津玄師入れてくれてたんですけど、あと、ここにあるかな。M87 の時だと、あのペンライトね、こういうのとかね、これウルトラ版だっけこれ、とかね、あります。今回は、ネックレスです。これめちゃくちゃ欲しい人多いんじゃないの？僕はもう欲しいです。ちなみにこの動画撮ってる時点ではもうすでに予約しました。で、映像版はね、DVD が入ってるんですけど、さっき言わなかったっけ、テレビアニメチェンソーマンノンクレジットオープニングムービーっていうのが映像として入ります。これ YouTube で米津玄師のチャンネルで、ね、もう投稿されてたような気がするんですけど、それが DVD の中に入ります。それと M87 のミュージックビデオですね。いつもミュージックビデオ入れてくれるんですよ、米津玄師。これがいつも特典になります。映像版ね、この感じで言うとちょっとね、弱いのかなっていう感じは正直はしてるんですけども、僕はまあ一応買います。で、通常版ですね。通常版は特に何もないので、普通に CD です。で、今回紙ジャケットとかは特に書いてないので、まあよくあるこのプラスチックのね CD ケースがだと予想されます。で、今回もね、法人特典あります。法人特典って何かっていうと、なんかお店で買うと、CD の特典とは別にまた特典を、ね、つけてくれるっていうのがあるんですけど、それがね、お店によって違ったりもするんですけど、米津玄師の場合は基本的に一緒だったと思うんですよね。なんか違う時もあるんですけど、前回のM87 の時は M87 ステッカー、これがね、もらえたんですけど、これはね、どこの店舗というかネットで買っても一緒だったと思うんで、今回もね、一緒だと思います。キックバックステッカーって書いてあります。一応これも、まあ、ステッカーだったっけ ?M87 ミラーステッカーですね。ステッカーなんですけど、キックバックのステッカーもあります。来るみたいです。こんなにさ、ステッカーまだ余ってて使う意味をまだ考えてる状況なのにさ、新しくキックバックのステッカーも来るみたいです。で、今回、それが来ます。ステッカー来ます。で、僕はとりあえず3枚予約しました。一旦ね、一旦3枚予約しました。という感じになってあります。公式ホームページのリンクは下に貼ってある、貼っておくのと、あと商品のね、購入ページ、Amazon のページ下に貼っておくので、まだ買ってないよとか、購入ページがどこだか見つけられてないよって方は、ぜひね、そちらから、購入してください。すぐ購入できるようになると思います。で、あとは、そうですね、まあ、公式ホームページの方を見ながら今喋ってるんですけど、特に新しいものは、なさそうな、気がしますね。今回、シングルに関しては、これ喋ったものですね。
が、とりあえず綺麗にまとまってると思います。恥ずかしくってしょうがねえっていう曲がですね、完全新曲になるんですけど、これ今までと全くこう違うニュアンスですよね、タイトルからして。これすごく楽しみです。で、今回そう、お値段的にもまあそんなにいつもと変わらないのかなっていうところと、まあ、1万円以内でとりあえず、揃う、一通り揃うのかなっていうところなので、まあ割と買いやすいんじゃないかなと正直思ってます。ただやっぱりお小遣い生活してる高校生以下とか大学生でもね、アルバイトとかできない境遇の人もいると思うんですけど、そういう人はね、購入が難しかったりすると思うんですけど、通常版だけでも1枚ね、1枚だけでも買っといた方がいいはずです。これなんでかっていうと、このタイミングでシングルですよ。米津玄師がシングル出す時って中に何入ってますか？皆さん何入ってますか？そうです、シリアルコードです。シリアルコードが入ってる可能性がものすごく高いです。で、そのシリアルコードが入ってるとしたらね、何を表すかっていうと、それは次のライブのシリアルコードです。今ね、ライブ返信がね、開催中になってて、まだね、最後の埼玉公演の前、この撮影時点だと次の日が、その当日かが、名古屋のね、公演なんですけど、だからこの名古屋の2日目、埼玉1日目2日目で、あと3公演返信がね、現時点で残ってるんですけど、そんな中でもにもかかわらず、次のライブがすごく匂わされています。この状況だとね、匂わされています。で、来ると思います。これシリアルコード入ってなかったら、まあおかしいじゃないけど、まあまあまず間違いなく入ってるだろうなという気はします。なので、またね、今回ライブのツアーで僕このね、遠征までしたので、大阪ね、結構お金きついんですけど、まあね、ライブの可能性があるんだったら買うしかないでしょうというところで、とりあえずね、一旦現状は1枚ずつ購入はしておきました。どうなるかわかんないです。本当にシリアルコードが入ってるかどうかも、いつもさ、シリアルコードが入ってますとかいう事前のアナウンスはないから、正直ないから、だからまあ迷ってるんだけど、とりあえず一旦3枚を買っとこうかなと思います。皆さんはね、ぜひね、いっぱい買う人はね、いっぱい買ってもいいんじゃないでしょうか。ね、だってね、ステッカーがもらえるからさ、通常版をいっぱい買ってステッカーいっぱい欲しいって人もいると思うからさ、ね、それでそういう目的で買ってもいいんじゃないですか。おまけのシリアルコードはおまけぐらいに思っておいた方がいいかもしれないですね。あれ言ったっけ、米津玄師の公式ホームページのチェーンソーマンの特設ページが出てて、かっこいいページが出れるようになってるので、それも下に貼ってあるね、米津玄師の公式ホームページみたいなね、リンクから飛べると思うので、ぜひ、探してみてください。今回の動画はとりあえずシングルのね、 CD に関して、特に特典とかその辺のね、 CD の周りの話をしておこうと思います。またね、ステッカーのね、チェーンソー、キックバックステッカーか、キックバックステッカーの、ね、絵柄とかがまた公開されるようだったら、それもまたね、合わせて、動画か何かでね、紹介しようと思います。なのでぜひね、見ておいてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今回の動画はそんな感じで終わろうと思いますね。よければね、いいねボタンとチャンネル登録まだしてないよって人いたらチャンネル登録してください。よろしくお願いします。じゃあシングルについてね、キックバック、シングルキックバック、12ズシングルキックバックについてね、詳しい情報をお知らせしました。ぜひ概要欄の方から購入をよろしくお願いします。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。